混沌。2014年の店舗間争いは毎月順位が入れ替わり、飛び抜けた店舗はない。そんな中、2月度を制したのは第1ワンジャックグローバー東京。ほんまに嬉しいですね。ナンバーワンやっと取れたな。こう自分が頑張って自分の目標を達成したときに、店売りっていうのは達成するねんでってみんなで言ってて、自分に負けるな、個人個人が達成できるかですね、店売りは。本当にうちに今多分足らんもんってこう、まあカナダもよく言うんですけど、徹底力だと思うんで、まあ、後から涙流すぐらいだったら僕はやりきった涙流すべきだと思いますし、っていうか毎日頑張らない、毎日全力じゃない人は多分涙さ多分流れないと思うんですけど、ぶっちゃけ今までサボってたんで、多分かなりも本気になったのは多分ほんまにここ大事だと思います。距離立場関係なく、まあ本当に競える相手がいるっていうのは今楽しいですね。従業員一人一人の積み重ねが店舗の力となる。全ての力を結集し、一歩抜け出すのはどの店舗か。本命は2月度ナンバーワンとなったクローバー東京か。3月度店舗売上ランキング第10位5ランクダウンクローバーユナイテッド。第9位順位変わらずドキドキゴーファースト。第8位ワンランクダウンラブホリック。第7位3ランクアップドキドキゴープログレス。第6位2ランクダウンクローバーレイ。第5位3ランクアップユニバーサル。第4位2ランクダウンドキドキゴー。そして3月後トップ3はこの店舗だ。代表白金アイヒ率いるクローバー東京。全体的に、まあ、調子悪いですけど、まあ、それでも多分負けないと思うんで、まあ、しっかり自分の目標だけしっかり追っかけて、悲願の2ヶ月連続ナンバーワンとなるか。代表七堂誠率いるクローバーセブン。まあ、ここで1位取っとかんと、ナンバーワン取ってないとやっぱりダサいと思いますし、まあ、男としてかっこ悪いと思うんで。代表誠のバースデー付きにナンバーワンは当然か。代表結城拓也率いるクローバー大阪。マクー、タク、まあ、他も全員が勢い乗ってるんで、今月こそは取りに行きます。新生クローバー大阪が今年初のナンバーワンとなるか。本命の店舗争いを制するのはどの店舗だ。第3位1位2ランクアップクローバー7。